はい、皆さんこんにちは。今回はムック本の紹介です。ミルクフェドのビッグメッセンジャーバッグ、こちら紹介していきたいと思います。セブンイレブン限定発売になってまして、価格は2035円になっています。税込みです。はい、で色が2色展開になってます。ブラックとレッドあります。私はブラックの方を購入してきましたので、早速開封していきたいと思います。はい、ミルクウェドのメッセンジャーバッグは去年も発売されていたんですけれども、今年はちょっとパワーアップして登場したということになっているようです。強化ポイントがいくつかありますので、まあ、その辺を中心に見ていきます。セット内容はこちら、バッグに、まあ、こういったサッシが入っていて、あとカラビナも付いてます。はい、ブラックバージョンはこういった白にブラックのミルクフェドのロゴが入っております。はい、レッドバージョンは色違い赤のものが入ってます。はい、でもこのサッシの方はミルクフェドのこういったサッシが付いてますね。はい、あ、レッドこれですね。カラビナも赤のが付いてます。そしてでは本体の方を見ていきます。はい、ちなみにこれすごい可愛いですよね。ハート型になっていて、結構大きめのサイズになっているので、はい、まあ、カラビナよく使う方はこれね、すごくいいと思います。私はさくらさんの散歩の時にカラビナはよくリードをつけて、まあ、ベルトにつけて、はい、一緒に散歩してますね。はい、では見ていきます。はい、正面にミルクフェドのこのようにロゴ入ってますね。で、畳まれ方はこんな感じで畳まれていました。なのですごくシワになってるとか、まあ、そういったことはどうもなさそうで良かったです。はい、裏面で表がこんな感じ。あ、いいですね。大きさもちょうどいい具合でとてもいい感じです。全体的に結構しっかりとした生地になっていて、重さどれくらいあるんですかね。ちょっと測ってみましょうか。重さは 368g になってますね。はい、それでは順番に見ていきますけれども、まず正面ご覧ください。先ほども見ましたけど、ミルクフェドのロゴが入っています。で、去年発売されたものはレッドバージョンしかなかったので、はい、まあ、この赤タグですよね、これしかなかったんですけど、今回はこの黒も選べるようになりました。はい、黒もいいですよ。はい、そして、前面にはここ収納ありますね。ファスナー付きの、はい、大きな収納がここにあります。そしてこの持ち手見てください。この持ち手も前回はなかったんですけど、今回は付けられて開けやすくなってます。はい、このようにここも強化ポイントになってます。はい、中見ましょうか。こんな感じです。まあ、この全部大きさが収納になってますので、かなり大きなポケットになっております。では次、裏面いきましょう。裏面はこんな感じになっております。はい、裏面にもファスナー付きの収納があるんですね。でここにも持ち手がないんですね。ここもつけてほしかったなっていうのはありますけど、はい、開けてみましょう。こんな感じで開けると、まあ、ここも大きな収納になってます。はい、まあ、中は黒ですね。特に中にポケットとかそういったものはついてないんですけれども、まあ、これ自体がかなりの収納力になってますので、たくさん収納できるそんなバッグになっております。そして次はショルダーストラップ、これちょっと見ましょうか。これも、はい、ご覧ください。結構太めのものが使われています。こんな状態です。でサイズ調節はもちろんできるんですけど、はい、ここはしっかりと留められているので、取り外すとかそんなことはできないです。はい、で今回の強化ポイント、このショルダーストラップも強化ポイントになっていまして、去年発売されたものは長さが90センチだったんですけど、今回のものは140センチに伸びたということになっています。はい、まだまだ伸ばせそうですね。これ後でちょっと肩にかけてみますけれども、男女兼用できる、まあ、そんな長さになったのかなと思います。あと一つの強化ポイントはこのカラビナがついたということですね。はい、それではこのメインの収納を開けていきましょう。メッセンジャーバッグということで、まあ、こんな感じで開けることになるんですけれども、はい、あまり私このタイプのバッグ持ってなかったので、今回、購入してみました。はい、メイン収納を開けると、はい、ここです。もう大容量です。かなり広い収納力。
ご覧ください。ちょっと見づらいかもしれませんけど、中はもう黒ですね。はい、そしてここにポケットが1つ2つ大きなものが、はい、ここついてます。まあ、この辺も便利なポイントですよね。で、底待ちも、はい、これくらいあります。あるのでもうたくさん入りそうです。あ、で、この裏側、ここですね、おしゃれポイント、ミルクフェードのロゴが入っておりますね。これいいですよね。そして荷物をたくさん入れても、まあ、ここの調節ができますので、ここをこのように引き伸ばせば、はい、ちょっと膨らんでも止めることができると、まあ、そんな感じになってますね。はい、ではサイズ感を簡単に測ってみますけれども、まあ、雑誌入れてみましょうか。これリンデルの雑誌なんですけれども、はい、ここに横にしてこのように入れると、はい、まあ、そこにこうついた状態で、本当もうちょうどぴったりという感じです。はい、高さね。で、この幅はまだまだ余裕があって、はい、もちろん何冊も入るくらいの余裕があります。そしてこの内ポケットなんですけれども、4ルマンドの収納力です。まあ、この前面の収納に関しては2ルマンドくらいがちょうどいいですね。深さはアルフォートがちょっとはみ出ます。裏面はぴったりとアルフォート、もちろんシルベーヌも余裕です。はい、ということでいろいろと見てきましたけれども、じゃあ結局どれくらいの容量入るんだというところで、まあやっぱり正確に測っておきましょうか。ではブルボン測定の方に入ります。はい、そこでですね、先週でしたかね、紹介しました、はい、こちらアンドロージーのこのバッグあったと思います。はい、まだ残っていたんですけれども、中は、まあ、見た方はお分かりだと思うんですけれども、はい、まあ、これくらいのものがどれくらいこっちのバッグに入るのか、ちょっと写していきたいと思います。はい、では行きましょう。ミルクフェードのメッセンジャーバッグの容量は20ブルボンの大容量となっております。いや、かなりの大容量となっておりました。はい、まあ、こちらと同等の容量を備えているということで、かなり使えるのではないでしょうか。で、まあ、前面にも大きなポケット、そしてこの後ろ面にもファスナー付きのポケットもついていて、大きなものをあちこちに入れて整理しやすくなっているなという印象ですね。そして、まあ、見た目はブラックなので、うん、まあ、本当男女兼用して使えるのかなという感じがします。はい、まあ、これだけ入れてもこのストラップの厚さがありますので、まあ、肩にかけても楽々と持ち運べるのかなというところですね。はい、ちょっと肩にかけてみます。はい、ということで、ストラップ一番長くしてみました。140センチになったということで、かなり長いですね。はい、こう斜め分けするともう太ももぐらいまで来ます。ここまで来ますので、十分な長さが取られているのかなと思います。はい、どうでしょうか、こんな感じ。まあ、ブラックかっこいいね、これね。で、裏側にミルクフェードのロゴも見えます。はい、まあ、こんな状態ですね。で、使い勝手としたら、まあ、こう前面のここファスナーさっと開けて、まあ、例えばここにスマホを入れておけばすぐ取り出せますし、まあ、あとはこの裏側ですね、まあ、ここのポケットも、まあ、ここからスッと開けて、まあ、お財布取り出したりとかもできますので、で、このポケット自体も結構大きい目なんで、いろんなものを簡単に出し入れできるっていうのが魅力的ですね。
リュックとは違ってやっぱここにあるっていうのはやっぱ、ね、全然使い勝手いいかなと思います。はい、であとはそうですね、まあ、普段このように歩いて使うのもいいんですけど、自転車とかに乗る時もいいんじゃないかなっていう気はしますね。学生の頃メッセンジャーバッグで自転車で走ってた時あるんですけれども、とても使いやすいと思います。ちょっと自転車乗ってみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。今回はミルクフェドのムック本ですね、ビッグメッセンジャーバッグ、これブラックバージョン紹介してきましたけれども、まあ、リュックもすごくいいんですけれども、こういったメッセンジャーバッグ、まあ、使い道によってはとてもやっぱりリュックよりも使い勝手いい場面があるかなと思います。なので、まあ、こういったバッグを一つ持っておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ブラックバージョンはまあ男性でも使える、レッドも男性も使ってもいいと思いますけれども、より使いやすくなっているブラックバージョン、とてもおすすめでした。はい、あとこのカラビナですね、まあ、これは今回、それほど紹介しませんでしたけれども、私の場合はさくらさんとの散歩に使いたいなと思うんで、まあ、その動画も楽しみにしていてください。はい、で、まあ、実際この使い方としてはここにもあるんですけど、このように、はい、ここですね、ここにつなげて、まあ、こんな感じでつなげて、あとここに何か引っ掛けたりとか、まあ、こんな感じで飾りでつけておいてもいいのかなと。可愛いですね。はい、ハート型になっておりますので、はい、まあ、いろんな使い方ができそうですね。はい、というわけで今日の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価の方もまたよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。